明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします。エビル図書館俺は心を一度せブラジル出身の日系人だ。俺の家は親父の代にアメリカに来て総合格闘技の道場を開いている。俗に言うブラジリアン柔術ってやつだ。一昔前に日本を席巻したろ。その関係で俺も格闘家の道を歩むことになり、地元の自然公園での走り込みが日課になってるってわけだ。この辺は岩山だから余計に足腰が鍛えられるんだよな。とはいえガキの頃から毎日回っているコースだ。俺にとっては勝手知ったるうちの庭って感じなんだが、今日はそういうわけにはいかんらしい。さっきからずっと誰かの視線を感じる。それに加えてこの鼻につく獣臭、じわじわと忍び寄る厄介事の予感。それが正解だというように、頭上で歯が擦れる音がした。視線を向ければそこにいたのは黄褐色の毛皮を持つ猫科の肉食獣。マジかよ。ここが一体の食物連鎖の頂点であるピューマだ。職員のじいちゃんからはいるとは聞いていた。だが8年間この自然公園に通って初めてだ。臆病だから人前に出ないんじゃなかったのかよ。突然のことに混乱する俺だが、そんなことは知らぬとばかりにピューマは山肌を蹴った。猛スピードで向かってくる奴にとっさにガードを固める。だがそれはミスだった。ものすごい衝撃の後に左の手首に灼熱が走る。必死に目を開ければ奴の牙が食い込んでいた。さらにピューマは鋭い爪を俺に向かって振り下ろした。反射的に顔を引いたものの、眉間から右頬へと痛みが走り抜ける。この野郎。その痛みで一気に頭に血が昇った俺は、右手で奴の頭をわしづかみにした。そして左手に無理やり力を込めて、そのまま奴の頭を近くの岩に叩きつけた。と同時に奴は左手を離した。うなり声を上げながら奴は飛びかかるために姿勢を低くする。お前の餌にはなれねえ。なんかの本だと野生生物に打撃は効かんって書いてあったし、あの様子でヤッコさんは引きはないだろう。となれば俺が勝てる手立ては一つ。一度二度深呼吸で息を整えると同時に、奴の後ろ足の筋肉が盛り上がる。くる。肌を刺すピリピリとした感覚に、俺は勝負の瞬間が訪れるのを確信した。集中力が限界まで高まり、奴がスロー映像のように見えた。今だ。ギリギリのところで俺は突進を回避した。そのまま奴の背後を取ると、体全体で押しつぶしながら首を締め上げる。命をかけて押さえつけること数分。無我夢中で締め上げていると、不意に奴の体から力が抜けた。手を離すと奴は力なく地面に倒れ伏した。先ほどまで死にかけたことも忘れて、俺は勝利の雄たけびをあげるのだった。その後は血濡れの俺を見て自然公園の職員は仰天。おお、君大丈夫か。さらにレンジャー隊が来て一帯が封鎖されるわ。えらい騒ぎだった。何より俺を仰天させたのはこの事実だった。あのピューマは子供。レンジャー隊の話だと、俺と戦ったやつは1歳前後の幼獣で、大人になると倍以上でかくなるらしい。勝ったのが子供じゃ恥ずかしくて、獣殺しなんて名乗れないな。道場のいい宣伝になると思ったのに残念だ。まあ出くわしたのが大人じゃなくてよかったのかな。Ha ha 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 ha